ビビビビビビやあ、せつなけいすけだよ。よし、じゃあ、冴えない荒野を目指せ、楽園の僕だよ。楽園を見に行こうよ。あのね、編集しようって気づいたらんやけどね、ここにおる親方がこのメッセージさ、何気にこれさ、作者さんのさ、作者さんのコメントだったりするよね、これ。5話のユーキュルスバルのパートは本当に知るかと思うほど大変でしたね。そういう作者さんのさ、感想というかコメントがあるからね、読みでな。これさ、多分、チャプターがここに増えていくたびにさ、このメッセージ買っとったんだろうけどさ、見逃したな。まあ、とりあえずやっていきます。今回から第6話いきます。やっぱりさ、ここは直球で攻めようぜ。それは違うな。こういう時は変化球で攻めるべきだ。いや、直球。変化球だ。冒頭からいきなり野球の話かな、と思われる方もいるかもしれないが、この作品は断じて野球ものではないと言っておこう。あえて言うのなら、これは男たちの負けられない戦いと言っておこうか。だから、誠。マコトみたいな子に直球で迫られたら落ちないやつは絶対にいないってなあ。俺は机に身を乗り出しながら熱く語る。ふん、東四郎はこれだから普段ツンツンしてる女の子がだぞ。落ち込んでシュンとしている、これに燃えないでどうすんだよ。確かにそれはめっちゃ燃えるやつや。それを俺以上のマニアックで返してくる友人。さすがに放課後になると教室に人はおらず、昼間教室を、なんて読むん、なんて読むん、悠々とかな、悠々、え、悠々と照らしていた太陽も今では真っ赤な夕日へと変わっている。そこで俺たちは机を挟んで語り合っているのだ。まあ周りに人がいなくならないとこんなアホみたいな会話できないけれど、いや、みたいなじゃなくアホな会話だな。そこでだ、ギャップを持たせた行動を取ればクラスのやつらもイチコロで寸法よ。うわ、古いぞ表現。その一頃の言い方古いぞお前。語りながら指で拳銃の形を作り発砲する真似を取る友人。あ、それもちょっと古いな。拳銃の形を作り発砲する真似っていうのもなかなか古いなお前。窓の外から聞こえる運動部の元気のいい声、音の外れたクラリネットの音も混ざり、自分たちの会話の熱はますます上がっていく。なるほど、言われてみれば確かに。ねえ、俺たちの会話を黙って聞いていた彼女が甘いのくだらさに声を上げる。俺たちの間にいる彼女、しかし俺たちの耳には届かないというか気づかなかっただろ。事態はギャップ萌えに決まりなんだよ。あのさ、その発想力があれば俺も大げさに机を叩いてみせる。ちょっとねえって、やはり声は届いていない。ふっふっふ、考えが足りないんだよお前は。だからお前はアホなのだ。二人ともいい加減にしろー。ブス、彼女がキレた、手取りキレたー。わあ、びっくりした。まったくだ、いくら放課後とは言っても校舎内ではまだ残っている生徒もいるんだぞ。ああ、ごめんって、そうじゃない、なんで私が謝らなくてはいけないのよ。だってそんなに大声で叫んだらなあ、そうだぞ、いきなり叫ぶと周りがびっくりするじゃないか。自分たちは何も悪くありませんとこう言わんばかりの態度で抗戦する。あのね、もう他のことは分かっているの。言われてみれば、時計の針が6時になろうとしているではないか。めっちゃ残ってるねえ、放課後から帰宅部だとしたらめっちゃ残って話してるやん、こいつら。家帰れ家。畜生、時間に縛られるような言い方は嫌いでね。会いに行くかこれ、畜生じゃなくて会いに行くやよ。めっちゃ上げ顔のつもりなのだろうか。ポーズを取りながら話す友人。すげえ、スケート選手みたいな張り具合だ。そこで活気をつける意味は分かんないから。表現がよくわからんし、まったくだ。とにかくもう帰るわよ、これ以上話をしても意味がなさそうだしね。いやいやいや、ちょっと待てよ。そうだそうだ、少し落ち着いて考えようぜ。慌てて引き止めようとする俺たち。2時間も語ってるのかっての話になるけんな、女の子の話題で。そりゃ近くにおる女の子もさ、なんでさ
間に間に追いながらおるんだろうな、ここ放課後に呼び出されて意味不明な会話とか聞かされたという事実しかないけど、痛いところを使える。確かに建設的な意見というのはなかったのかもしれない。その方顔にきちんと残ってくれるあたり、お前も十分人がいいと思うぞ。その言葉に合わせてうなずいてみせる。あ、女の子はなんか残っといてくれて親で残っとるんだ。律儀やな。2時間も待っとったんじゃ、もうこれデートだったら絶対振られてるぞ。お前ばっかじゃないの。出た、このばっかじゃないので言い方が好きですね。私照れたのだろうか。彼女は軽くうつむきながら顔を隠す。あ、その顔の隠したところの絵も見てほしく、見たかったのにな。彼女という存在を表す上で、まあ先に明るであろう。赤い色が混じった茶髪がサラサラと体を滑り落ちていく。彼女のきめ細やかな、触白の肌に映える綺麗な色。母親が外国の人で、父は日本人だと前に聞いたことがある。何？不快な彼女の、あ、愉快、不快な彼女って言って、愉快な彼女の名は、綾瀬誠。俺たちが先ほどから話題に出していた張本人である。あ、色をしろって読むこれ。難しい読み方してしまったけど。どうしたの？大丈夫？いつの間にか、呆れたでいいんかこれ。顔で彼女を見ていたらしく、心配げない顔でこちらを覗き込んできる。あー、いや、なんでもない。まさか見吠えていましたとか言えるわけがない。ましてや本人に言うなんてとんだ周知プレイよ。とにかくもうちょっとまともな相手はないの？え、今のやつダメだったのか。ガーといった擬音がよく似合う顔でわざとらしく落ち込んだふりをするのは、戸田正幸。王者の中で一番頭のいいやつなんだが、何とかと天才は紙一重という言葉がよく似合うやつ。要するに変人なんだな。不本意ではあるが、俺と友人という存在である。なら誠、ツンデレってのはどうだ。俺はそれとなく提案してみる。いきなり何よそれ、喧嘩でも売っているの？誠は両腕を、ピーカーブーススタイルだと思っていく。待て、違うって。世間ではツンデレというものが流行っているらしいから、ひょっとしたらいけるんじゃないかと思っただけだ。何それ。ねえワクワクさん、それってゴミ？どうやら我らが姫はゲゲの言葉を知らないようだ。下々の言葉を知らないようだ。知らないのか。ツンデレっていうのはツンツンしている女の子がたまにデレッとした一面を出すことによってみんなにすごく好かれたりするものなんだ。戸田のナイスアシスト、俺の命はつながった。現実世界であんまりツンデレで言葉ってあまり聞かないよね。そんなのがあるのかとつぶやく誠。ねえ、私ってそんなにツンツンしているの？しているな。速度すかさず答える。え、そうなの？と言った顔をしている誠に戸田もうなずきを持って答えを返す。そうなんだとつぶやく誠は何か思案しているような顔で遠くを見つめる。数分待って、じゃあさ、そのデレってやつ少しはやってみようかななんて思っちゃったりして。誠ちゃんとやらデレってのはね、そうやろうと思ってやって可愛いもんじゃないんだよ。恥ずかしいと顔を隠す。何こいつ、可愛すぎる。あ、でも童貞だな、この子。この、こいつはだ、この、何こいつ可愛すぎるってやつは童貞だな。ちょろい。まさに、これだよな。これだよ。戸田が、小声で話しかけてくる。ああ、見事なツンデレだな。俺も激しく同意した。え、何？ちょっと黙んないでよ、二人とも。不覚にも俺たちは、誠に燃えたため。追加で5分くらい時間が止まってしまうのであった。なんなのこれやりとり。この10分くらいこういうよく、誰の話かよくわからないような話に付き合わされてなんなん。てかさ、毎回話を最初って悠久のスバルだったやん。悠久のスバルとはまだ違うような話になってしまったんやけど、これ。ちょっと待って。誰だお前らは。この3人は。ちょっと
と梅、これって私たちのことよね。誰だお前は。これってディプロマシーの侵害よ。訴えたら勝てるわよ。ディプロマシープライバシーだろそれは。何よ、ディプロマシーじゃなくてプライバシー。ディプロマシーってなんだよお前。そもそもプライバシーじゃない。いいのよ、私はそう思ってるんだから。そう思ってるあなたはバカだな。なんだこの始め方は。何一つ納得できないモヤモヤした感じで始まったらオープニングテーマ。まずお前は誰だ。話はそれから。なあ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 。で、誠ってあれや今。今誠っておったらお前名前が出とったおい。びっくりしたわ。誰やねん誠って言うたら。よう見たらさ、オープニングに誠って名前出てとったな。てかよくよく考えたりしたら誰って言いながらもさ、実はオープニングで見たことあったけどさ、まさかこれが誠だったんじゃ。いや普通に出てきたしさ、この子、この誠ってこう誰なんだろうっていう話の中で分かっていくもんだと思うのにさ、オープニングであこれなんじゃって思ってしまうっていう、なんかちょっと残念なネタバレ。姉子、ここって、おう、さくらさんが久しぶりに出てくるんじゃな。俺の経験からするとホテルというやつでは。何？そうだよ、ホテル。少年も経験しないとね。さくらさん、ホテルって言葉と経験って言葉をさ、一つの文でまとめて使ったらダメだぞお前。同点がさ、びっくりこいたするぞ。高橋さん、多分これ今回の話さ、出番ないんですかって言ったけどさ、今のタイトルコールしか出番ないんだろう多分。もうこれ以降はさ、この第6話でさ、高橋さんが出てくることはないと思うよ。卒業ですか童貞。マジか、どうどう主人公も童貞卒業の時が来てしまったのか。童貞だから良かったというところもあるのに主人公。おーい、マジかよ。え、嘘、なんて日だ。じられなしーん。古い言葉で信じられない。読みにくいだけだからやめろお前。昨日の夜中に電話があって、ちょっと明日出かけない、二人でさ。わ、デートですねと言われたから来たけど、ここってどういうところだよな。そういうところだよな。ラブとかついてないホテルだけれど、ホテルってそういうことでいいだよな。もうさ、ラブとかついてなくてもさ、二人きりって時点でもさ、童貞としてはドッキュンドッキュン。持ってこないけど大丈夫だよな。今度産むなんて言われても、産めよ増やすよ母国のため、いざという時はそれ本当に俺の子って言えばいいってバッチャが言ってただし。ひねくれたバッチャのなあ、その言い方絶対誘ってるよね、さくらさん。あと、久しぶり、さくらさんのおっぱい見て僕は感激です。感謝感激、あみあられ。ニコニコ顔の姉子。これは、あれですか？言ってもいいんですか？もうあのさ、前回のパートでさ、高橋さんとさ、高橋さんルート入ってんかなと思っとったらさ、いきなり声だからさ、主人公の、このゲームでの人生は波乱万丈。いいのですね。とりあえず35階の部屋らしいから行ってみましょう。でかいなホテル。うんうんうん、ヘビみたいよろしく。首を何度も振って答える。何、まるで赤べこ人形みたいよ。そうなってもおかしくないぐらいに興奮しているよ。そんなことないでござるよ。あ、これは動揺してますね。ござる。まあいいかと言ってエレベーターの方へ向かう姉子。俺も内心、期待と股間に胸を膨らませ、あとを追うのであった。いいね、股間がどんどん膨らんでいくね。なんかいやらしいな。このゲームはエロいじゃないんだよ。さえ僕。エレベーター内部って独特の重圧感あるよな。
特に上り。下に降りるときもだけれど、あの妙な感覚は未だになれない。高くなればなるほどそれが強くなるんだぜ。あの感覚で誰もが持つものだよな。という話を姉子にしたら、それって単純に少年が高所恐怖症なだけじゃないの？さらと言いますね。そんなことを考えたことなかったわ。でも俺、はい、下を見下ろしながら言うセリフがあるくらいには平気だと思ったんですけど。はあ、どんなセリフだろう。例えば、やっぱりあれに決まりっしょ。見ろ、人がゴミのようだ。この地平線、ひと切れのパン。なんか飛んだな。はっ、ニヤニヤしてこちらを見る姉子。さすがにそのネタは大抵の人間はやってるだろうしね。姉子、空からおっぱいが。そうかな、そうかも。有名どころのセリフだといろんなところで使われたりするもんな。仕方がないよね。そんな話をしているといつの間にか着いたようだ。さすがにここまで来ると緊張が再びやってくる。おお、とうとう進行の童貞がバルスされる時が来ますね。少年、覚悟はいいわね。あ、それも誘ってるとしか思いませんね。さくらさん狙ってますね。主人公の童貞を狙ってますね。はい、緊張の一瞬。ハードビート、ハートビートが聞こえますよ、皆さん。診察中でもないのに、ハートビートが聞こえますよ。ああ、なんか緊張してきた。久しぶりだな。ちゃんとできるかな。久しぶりなのか、本当に。お前、初めてじゃないのか、お前。経験者みたいなことを言うんじゃないよ、お前は。童貞のくせに。ああ、怖いわー。ああ、誰が、誰だ。今開けるわで誰だ、お前。人、女の人の声。誰だよお前。まことも、まこと出てきた。まあね、あっちの暮らしはめんどくさいことが多くてね。いや、そんな出てき方する、まこと。日本での生活が懐かしいわ。大変そうね。何が大変せよね。でもいきなりまこと出てこられて、俺の身にもなってくれよお前。そこで目をつぶってるそこの人、一体何？ああ、この子は。ああ、普通にできちゃったよ、まことちゃん。ああ、さくらさんの友達だったんじゃん、これ。ああ、わあ、さくらさんに負けず踊らずの曲ですね、皆さん。ん？なんこれ、ジャージなんか着とん、これ。ジャージにした T シャツで胸元を見せるエロい。わあ、さくらさんの影響を受けてるんだろうな、これは。さんですか。アラサー発言。アラサー発言をしているの。それはブチギレ。笑い情報だな、この人。スクールパーティーのヒロイン、なぜかこっちでも出演。スクールパーティーってなんだ。言い分も何も、二人でホテルに行きましょうと言われたら勘違いするのが男の子だと思います。そうだよな、男の子だったら勘違いするよな。まあ俺は勘違いしてないけど。今現在、星座バージョン2 with ホテルの床フェイト桜説教だからといって賛否はないわ。あ、俺、30歳っていう意味でことを言おうかなと思ったらさ、P が入るのね。P っていう言葉が入るよね。P っていう言葉。なるほどね。今は理解したわ。あ、これは、R18 的な言葉だから、P っていう言葉で隠すよ。いやー、しかしですね。おっきい！おっきい！おっぱいかけるおっぱい、イコール、破壊力。そうだね、おっぱいの二乗だね、これは。押し付け合うところを見てみたいです。おっぱいを好きにしていいっていう曲が降りるんだったら、一人一時中枕にしたりしゃぶたりしてたりって考えるの男の夢だと思うんだ。確かに、まあまあ、それにしても君が桜
らのお気に入りか。なんか顔がちょっと若干キリッとした顔やけんさ、なんか怖い系の女の人かなって、キスイ系の女の人かなって思っとったけど、意外と気さくな顔やな、気さくな感じなんやな。あ、はい、どう呼んだらいいのか、イースグンデイルとかな。まこと、綾瀬まことよ。はい、普通に言っちゃった。まこちゃんでもまことさんでもいいわ。わかりました、おっぱい。もうおっぱいがでかいさ、とりあえずおっぱいと呼んでおきますからね。ニコッといい笑顔で返す。変な人だ。まあ兄子の知り合いだしね。しかしさくらさんを変な人間扱いしてる。あ、そうなんじゃ。ああ、海外にいるって言ってた。言っとったっけ？ごめん、忘れた。その子が誠なのよ。なるほど。ほう。それで、おいとも合わせようと思ったわけね。そういうことなの。え？それはどういうことで？もうそのネタを増やしてくれるということですか、さくらさん。あ、まこさちゃん、結構性的なことには鈍感なのかもしれないな。これは、間近で、まじもじとおっぱいを見ても、いけるかもしれないな。何か、私の変な話でもしてたのかな。ギックギック切断形式的にはそうかもしれないか。そうじゃないという、そう、言い訳をするぞ。まこさんは、姉子に飛びつく。飛びつくって言葉を聞いて、おっぱいとおっぱいが触れるところを想像したさちなけんすけ。さくらさんも嫌だと言いつつ拒んでいない。本当かな。目の前でイチャイチャして、まったく残念だけどここに通ったってよ。来てる、ええー、わー、少年。マコトティッシュなんかマコトさんの必殺技みたいな感じになったんやけど、必殺マコトティッシュ。はいはいはい。ティッシュを受け取り、口元を拭う。あ、でもそれでなぜ俺に。少年は生息初心者だからね。はあ、他の絵師の人と交流を取ってみるというのも制作の刺激にもなって勉強になると。あ、絵師なんじゃ、マコトさん。マコトさん絵師なんじゃ。あ、そりゃ確かにいいな。もうスキルアップにはどんどんつながっていくと思うよ。それだけ刺激になって勉強になると思うってことは、それだけ誠さんがなかなかレベルの高い絵師ってことやな。なるほどね。あんたが言うのかよ。つまりなんでこれ、倦怠期に入ったカップルが SM とかに手を出すようなものか。あ、例えがわからん。いや、この場合はスワップ。私に答えられる範囲なら答えるよ。じゃあバストサイズを教えてください。マコトさんはドントゴーイと言いながら胸を叩く。この相手もアニゴ肌すぎる。それでは、じゃあそのおっぱいのサイズを。よく聞いた主人公。制作のことに関してに決まってるだろう。ゲメ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 。必殺桜スイーパーが決まったね。少年のちょっとしたチャメっ気ですって。チャメでセクハラするな。進行のあてなねば、今日キャラチャメメです。ゲブ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 。逆エビ固め。倒れている相手の足を両脇で抱え込み、そのまま裏返って馬乗りになって、足を襟ずらせて、襟返らせて、締め上げ、相手の腰や背中にダメージを与える技。シンプルであるが腰だけでなく、胸部を圧迫されるので効果は絶大である。むちゃくちゃ辛いので、シュリルとかやるのは危険だぞ。面白いコンビだな。笑ってないで助けてくださいぞ。俺は地面をタップする。ラープ、ラープ。やれやれ。サイズなら確かサッカーみたいなカップよ。え、サッカーボール並みの大きさってことですか。いくら巨人が好きでと言っても、そこはでかすぎじゃないですかって、ちょっと俺の中の脳内が反応を示している。マジですか。でも主人公はでかければでかいほどいいタイプの人間だったらしいな。まあ
でけえ。さくらはね、さくらさんってそんな感じだよ。これでも気痩せしてるのかっていう主人公の発想、皆さんこれでも気痩せしているらしいです。さくらさん、すげえすげえよ。何を食べたらそんなサイズになるんだよ。いや、生き物とか詰まってるんじゃね、エイリアンみたいな。あり得る。おっぱいをパカーンと終わったら中からエイリアンが出てきたっていう桃太郎的な流れになってくるかい。ほら、なんでそんなことバラすのよ。何がバラすだよお前。本当にいるみたいな方に言うことよ、言うなよお前は。だって昔昔昔あなたが自分のサイズを知らないって言ってたから。確かにそんなことはちょっと過去にあったけど。わあ、自分のおっぱいに無頓着だなお前。6年前がちょっとね。しかもそれまでは自分のサイズを D カップだって言い張ってたの。はい、嘘だおつ、絶対 D カップには見えませんこの大きさ。これを D カップって言うんだったら世の中の貧乳に謝ってください。断言します、あなたの父のサイズで D カップとは言えません。っていうかありえない。そうだそうだ、だいたいヘーベルさんが当時 L だとか言ってたのに。誰だヘーベルって。あまり変わらない見た目のやつが D なわけねえだろ。おっと、内心羨ましいと思っているタイプの人間だ、誠さん。そういうキャラクターもなかなか好きですよ。誠？なんか怖い表情になっているわよ。ああ、誠さんも誠さんで、こういうキャラ、なんか顔のさ、表情がコロコロ変わっていくがいいね。このゲームのキャラクターは、こういうところがいいですね。ちなみに、私は E カップ。でかいよ！答えなくていい！よかった。E カップで分かったところで俺はハッピーハッピースマイルハッピー。それかい？違う。そっか。そっか。そっか。やばいな。最近さ、高校生サッカーとかテレビでやりよくのさ、それを見るたびにこのさ、ちょっと嫌なところをさ思い出してしまうのか。やばい。少年？サッカー。ダブルカップ。うまい。うまくないわ。頭スパンと笑える。そうか。じゃあやはり J リーグで J カップなんだな。俺はここに深く深く深く刻み込んだ。とても大事な言葉だったので、重ねてさらに深く刻み込んだ。姉子は J カップと。本当に愉快な人だな。そうだろう。こんだけ愉快な人は他にサザエさんぐらいしかいないぞ。おいどを見ながらそんな感想を漏らす誠さん。警察のお世話になるんじゃないかって心配になるわよ。え、やだ、姉子ったら。俺のことをそんな風に考えてくれていたなんて感動だな。どんな感動の仕方をしてるんだ。あとメロン収納してるんじゃねえって。あり得る。まったくこの子は、あと呆れ顔になるさくらさん。まあ心は広く持たないとな。大きな胸にでっかい太陽ってやつですね。そうだね。あ、この人結構抵抗ないな。信仰の下ネタで結構抵抗ないな。お前、俺は無言で手を差し出す。その意図を理解したのか握り返してくる誠さん。そしてがっちりと固い握手を交わし、俺たちはただただ無言で握手し合った。それは初めて出会った人間同士のに、まるで、兄弟のようだったと姉子は語る。そして二人は、ブルン、バスト、永遠に変わらない友情の誓いを立てたのであった。え？この人、本当に女の人な？中身おっさん入ってるじゃない。着ぐるみで中身おっさん入ってるじゃない。ちょっと背中あさったらチャックが見えたりせんだろうね。もうやだ。さくらさん、あなたもそんなキャラクターであってほしい。おっぱいとは何か夢ですかね。しかし、しかし何、誠さんって普段は
どんな制作をしてるんですか。そのおっさん系女子ってもね、こういうね、ちょっとピンクなネタが飛び交うゲームに必要なギャグだとは思うんですよね。作ったもの？そうね、むむっと、こうする、まこと、あ、もしかして写真集とかグラビアの写真集とか、自分がグラビアに出ているとか写真集とか。私が作るのって一言で言えば変なゲームね。変なゲーム、気になるな、それ気になるわ、それ変、もしくは妙とも言えるわ。妙ゲー、初めて聞くジャンル、これまたおかしな考えが来たものだ。例えば神様が一つの卵を用意して、うん、その卵が孵化してから成長するまでを見る作品。あ、なかなかないな、普通だ。それって別におかしいところないんじゃ。あ、そうかも。ウィンク一つして笑う。その卵から生まれるのが複数パターンあったとしたら、あ、さらに一回のプレイで育つのは一種類だけれど、何度も繰り返していくと実は同じ時間を繰り返してるってのが分かるの。お、最終的に全種類集めることに達成したら、神様は生まれた子供たちに後を任せて眠りに。おお、どんなお話のゲームよ。なんか入ってくるで、俺の心に入ってくるで、なんかその今の説明なんかすごい興味あるで、そのゲームちょっとやってみたって思い始めてきたんやけど、お前どこで公開されてんの、フリーム？そんなゲームがあるんだ。ただあまりにもひねったやり方のせいで、プレイしてくれた人には意味がわからない、一周してこれで終わりなどという感想のメールをもらって。あ、なるほど、そういう意味で変なゲームなのかもしれんな。もうちょっと考えればよかったと思う作品だったわ。はあ、発想悪くないんやけどさ、なんか万人向けでもなかったやな。ことの発想はすごいんだけれど、今一つ爪が甘いところがあるのがね。確かに発想自体は良かったんやけどな、なんかみんなに分かってもらうような要素がなかったっていうかね。でも次に作ったのは私が主体じゃなかったけど、反省点を生かした作品だったし。へえ、どんなエロゲーなんですか。確かにそういうところを反省して次回を作るってところは素直に認めるわ。うん、でもすぐに直したりしなかったんです。確かに直したのをやってもいいけど。うん、けど、うん、それじゃつまらないじゃない。思いつきが尽きるまではどんどん作っていっても悪くないと思うのよ。なるほど。それにすぐ直したりするっていうのは作ったゲームに対しても失礼だしね。うん、ブンダコはちゃんと認知してあげないと。なるほど、一つの考え方あるんやな。自分もよく言うけど、その例えばどうかと思う。でもそういう考えの人もいるんだな。ネットゲーとかで言う炎上税みたいなものだろうか。おかげで微妙な評価の作品がたまりまくるということになってるけどね。はあ、それもそれで一つの到達点ってことじゃないのかね。おお、すげえ動揺してるやん、あんた。結構いいこと言ってたよ。でもおかげで他の制作仲間からつけられたあだ名はズバリ微妙の錬金術師。本当に微妙だな、あだ名やな。それはなんとも。君の手で生み出してってやつだな。うん。微妙って言うな。じゃあ、誠さんのあだ名、微妙誠でいいですか。怒りながらも顔は笑っている。でも、フリーだからできることよ。そうやな。こんなん市販化してみろよ。戦えるぞ、お前。これがお金を取ったゲームだったら。ほうほうほいほい。たぎる公式。炎上は避けられませんね。本当よな、本能寺の変化ってぐらい炎上するだろうな。一般にお出しできないゲームと申したか。お、拙者はさようなことは。まあ自分でも分かっていることだからいいのだけれどね。認めちゃった。いいんだ。私がフリーゲームを作ってるのって、柔軟な思いつきを常に持ちたいからってところがあるからね。はあ、そしてどんどん生まれていく打作、積み重なる微妙な称号ってわけね。いいもん、いいもん、好きで作ってるんだから何言われたっていいもん。いいもんって本当には思ってないタイプの人間ではないね、それ。
ああ本当に仲のいい二人なんだろうな。ほう、要はね、この人はおっぱいは極上だけど腕前としては微妙っていう、そんな感じの人らしい。うん。